どうも、福井県住みます芸人めしめしあがれこんにちは。今日はですね、今僕は若狭町の、熊川というところに来てるんですけども、今回、八尾熊川さんがですね、こちらの新しい古民家を、ちょっとねリノベーションしまして、新しいこのお宿がちょっと3月1日から、グランドオープンするというわけで、ちょっと中の方を、今からちょっと見学したいと思います。それでは行ってきましょう。中に入ってみましょう。ちょっと中でね、今日ちょっと案内してくれる方がおられるというわけでございまして、こんにちは。あ、お疲れ様です。よろしくお願いします。すいません、今日よろしくお願いします。すいません、ちょっと自己紹介よろしいですか。はい、八尾熊川の野尻と申します。今日はよろしくお願いします。お願いします。というわけでちょっとね、こう3月の1日にちょっとオープンしたというわけで、はい、でこう野尻さんからちょっとご連絡もいただきまして、ちょっとそれもせっかくなんでね、こう元々暗やったんですよね。シアという、はい、私たちのシェアオフィスがあるんですが、はい、こちらの建物の持ち主さんの土蔵となってまして、ほう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 、最大規模の土蔵を改装したお宿となっています。へえ、なるほどなるほど、はい、最大規模ってすごいです。もうだって何店舗かあるんですもんね。そうです、そうです、はい、4室目になりまして、ホタル、はい、隣、つぐみと3室は他にもあるんですが、はい、一番新しいお部屋の4室目山根となっております。うわ、すっごい、この立派な柱とかね、すっごい綺麗ですね。ありがとうございます。でちゃんとあのストーブもちゃんと薪がこう置いてあってね、はい、お部屋の一番のチャームポイントは、あ、薪ストーブに。なるほどなるほど、はいはいはい。え、のりさんもここあれですか、ちょっと試しで泊まったりみたいな、そんなことしちゃったんですか。昨日泊まりました。マジっすか。、はい、どうでしたか寝心地は。我ながらというか、私たちの、はい、はい、最高のお部屋だなと。いいっすね、はい、ここでなんか料理とかも作ったりとか。そうです、こちらぜひ見ていただきたいですが、ほほほほ、私たち あのお宿を共通してこのアイランドキッチンがございまして、はいはいはい、せっかく若さは本当食材が美味しいキッチンなので、うんうん、はい、こちらでお料理を楽しんでいただきたいなという思いがありまして、はい、ガスコンロ、3口のガスコンロもこちらございますし、はい、調理器具も、めちゃくちゃ充実してるじゃないですか。ありがとうございます。鉄鍋とか、うわ、あの土鍋だったりとか、土鍋もある。普段あまりお家ではご自宅では使わないような調理器具も揃えております。はい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 、新しいお料理にもこちらでチャレンジしていただけますし、またこれが色が黒で統一されてかっこいいですね。そうです、こだわって、ね、やっぱそうですよね。ありがとうございます、こだわって選んでます。あれ、ちょっと待って、ここにもなんかマグカップと朝つゆ、私たちのぜひお客様に紹介したいものを厳選してしまいまして、マグカップは、はい、熊川塾の中に塾修養さんという、窯があるんですけど、はいはいはい、こちらで作っていただいた八尾熊川をイメージ作ってもらったオリジナルのマグカップになります。そうなんですね。こちらですね。あ、こっちですね。こちらがマグカップで。はい、あ、こちらあるじゃん、ソルズコーヒーさんの、はい、隣のソルズコーヒーさん の熊川塾をイメージしてブレンドしていただいたオリジナルブレンドのコーヒーとなっております。いや、これめちゃくちゃいいですね。え、こちら待って、他にもここがまず1階で、あれ、階段もあって、え、お風呂とかトイレとかどこにあるんですか。はい、お風呂は左、こちらです。あ、はい、広々、え、ちょっといいですか。え、洗濯機あるんですか。はい、ドラム式の、しかも洗濯機はゆっくり乾かしていただきます。うわ、いいですねこれね。え、で今多分ちょっと雪もあるんで、あそこからちょっと窓開けて、はい、ね、雪にドラムぜひ開けてみてください。え、いいんですか、はい、ほら絶対この感じのね、ちょっと雪見ながら、はい、ちょっと雪が、ね、雪がすごい積もってますけど、あ、てか熊がめっちゃ雪多いですね。雪がちょっと大変で、あ、ごめんなさいごめんなさい、こんな感じですね。いや、これはめちゃくちゃいいですね。目の前の木がもみじの木なんですよ。あ、そうなんですか。なのでもみじの葉っぱついてくると、また違う景色楽しんでいただけるかなと思います。なるほどなるほど、いや、これはめちゃくちゃいいですね。はい、なじさんってもともと地元若狭町でしたっけ。私は福井市出身で、あ、はいはいはい、はい、宿で働きたくて若狭町に移住してきました。もう何年目ですか。ここ、あ、もう全然まだ5ヶ月とかなんです。マジっすか。そうなんですよ、この5ヶ月とは思えないこの案内人のね、このここが好きなんだろうなっていうのがすごい伝わるというかね。
こちらも素敵な場所ですね。ぜひ皆さん座ってみてください。え、いいんすか座って。はい、ぜひ。ちょっとじゃあほらちょっと持ってみて。はい。え、いいんですか座ってもらって。座ってください。こんな。あ、いいっすね。これは、はい、あの人をダメにする人。はい、そうなんですよ。これめっちゃいいっす。ふかふか。結構この畳の間って、はい、一般的には上げるというか高さを上げることが多いんですけど、はい、設計の時岡でした、あのうちの設計スタッフのこだわりで、はい、あの下げる畳の間を下げることで、はい、開放感というか包まれている感じと、はい、こう圧迫感なく空間を楽しんでいただきたいと思いで、この設計はちょっとこだわって作ってます。ちょっとだからあれですね、ドマ的な感覚というか。そうですね、こういう感じでできることですね。はい、もう皆さんに自由に座っていただいて寝転んでいただいても大丈夫です。寝転んで、はい、いいんですか僕逆に。大丈夫、大丈夫です、大丈夫です。いや、これはやばいっすね。これめっちゃいいな、マジで。え、のじさんもじゃあこの球磨川近辺に今住んで張ってみたいな感じなんですか。そうですね、どうですか球磨川の一番いいとこっていうか。そうですね、でも景色とかもいいですし、はい、一番思ったのはお水が本当に綺麗なので。お水、確かにお水を使うとご飯も何でも。そうですよね、ですし、ですね、水の綺麗さは本当にびっくりしました。確かに、わかります。また山沿いなんでね、余計に水も綺麗ですし、はい、あら、そしてここで寝室。寝室は私の2階に寝室は2部屋ございます。へえ、はい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 。なるほど、ここもね、どうぞ、この柱とかも。あ、そしていいですね、この、あ、この窓とか、そのまんまというか。そうです、そうです。ねえ。鉄格子なんですよ。うわ、もともとのものが残っていて。すごっ、すごっ。え、これもこのままでいきましょうみたいな。はい、あ、でもこれはめっちゃいいっすね。ちょっとこのサビがちょっとある感じとかがもうリアル感あってめっちゃいいですね。はい、すごいな、はい、いいですね。まだ開けてもらうと川の流れる音とかも。あ、確かに、ほんまや、ここね、変わりますから。さあ、これ落ち着きますね。はい、だから夏とかはここちょっと開けて寝れるとかね。そうですね、いけますし、あの夏はすごく涼しくあのなってます。はい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 。え、そうなんすか。外に出さないのですごく暖かい。あ、そうなんや。実はあの通気性が良くて、はいはいはい、あの風がすっと入る窓とかもありますし。あ、そうなんすね。お過ごしいただけるようになってます。僕なんか蔵とかそういうとこって基本ちょっとやっぱ冷え込むイメージがあったんですけど、はい、熱をこう中で抑えてくれるんですね。あ、そうなんや。あ、こっちにも、あ、またこれ、これ畳の匂いですか。畳と木の匂いからめちゃくちゃいい香りしますね、ここも。はいはい、エキストラで一つずつさせていただいて。あ、そうなんですね。はい、3名様たちがお泊りいただけるようになります。いいですね、ここも。そこに窓あって、あれ、これは、あ、こんなところに暖房もちゃんとあるので、はい、みんなも安心してあったかくぬくぬくして寝ていただけます。いいなぁ、ここ畳の上がめっちゃいいんですよ。そうです、畳は、ね、いいがします、ね、ここもう寝張ったんですか。ちょっと試して、お試し。寝ちゃいました。めっちゃふかふかそうですね。いいですね。最高です。この私すごく泊まってみて思ったんですけど。はいはいはい。土蔵ってこう音を遮断する土壁が音を遮断してくれる機能を持ちまして、もともとこの球磨川の夜は静かなんですけど、よりこう静寂な空間の中で眠りにつけるので本当に熟睡できます。わ、いいな、はい、だから本当なんかね、何も考えずに寝れるというかね。そうですね、はい、でも私たちの株式会社できたっていうはいはい、はい、お会いしておりまして、あのこの球磨川宿の空き家を改修して宿にしているんですけどこの建物自体もすごく文化的な価値あるものなんですよ。古いものなので今年冬雪がすごく確かに今年多かったです。こうやって宿に生まれ変わって皆さんに使っていただくことができなければ、はい、多分冬越えできなかったんじゃないかなっていうのを大工さんもおっしゃって。なるほどなるほど。この宿に変わらなかったらきっと雪で
しまって、そうなんや、はい、思います。なるほどなるほど、本当にじゃあ宿に変わってよかったというかね、まあ、生まれ変わったという感じですよね。そうですね、もともと蔵のいい味もあって、でなおかつこのリノベーションしてさらに良くなったというかね、はい、ちょっと今度また泊まりに行きますわ、ここ一回ぜひお待ちしてます。はい、いやー、野次さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。いや本当にね、1回も2回も本当に素敵な場所でね、やっぱ蔵がこんな感じで生まれ変わるってのはすごい素敵でね、ぜひちょっともういろんな方にまあご利用していただきたいなと思ってるんですけど、野次さんにちょっと今日紹介していた野次さんにちょっと最後にちょっと一言メッセージいただいてもよろしいですかね、こう見てる方に。はい、ありがとうございました。皆さん本当に素敵な宿で、ぜひ若狭町球磨川にお越しください。では今日はこのあたりでおしまいです。それではよかったらお姉さんも一緒にマイマーイ。ありがとうございます。マイマーイ。